どうもこんにちは、根岸です。本日はこちらのお話です。はい、というわけで先ほどのものを紹介したいと思うんですけども、あれはスマートフォン用のレンズですね。マクロレンズといって、被写体を大きく写すことができるレンズです。要は小さいものを大きく写せるですね。それを使って何をしたいかっていうと、あの 8mm フィルムのコマを写してなんか中確認できないかなと思ってちょっと買ってみたんですよね。通常ですね、あの 8mm フィルムの中を見たいときって映写機だったりビューアーっていう専用の機器が必要になるんですけども、今そういった機器を持ってる方も少ないと思うので、フィルムの中身を確認したいって言っても今なかなか簡単に確認できる環境じゃないと思うんですよ。で、今回のレンズを使って 8mm フィルムのコマですよねが見ることができれば、まあ、すごい簡単でいいなと思ったので、ちょっと今回は実際に映せるかどうかを試してみたいと思います。で、撮影するときですね、スマートフォンとレンズ以外にも必要なものが出てくるんですけど、まあ、なるべく簡単に手に入るもので、家にあるもので試していきたいと思っています。はい、今回使うレンズはこのユニバーサルクリップレンズというやつですね。その中にあるマクロレンズを使ってみたいと思います。このマクロレンズ以外にもですね、魚眼レンズとあとワイドレンズが入ったものですね。まあ、こちらのレンズの詳細は概要に書いておきますのでご覧ください。まずですね、この iPhone のこのレンズの部分にマクロレンズを合わせてクリップで留めます。こんな感じですね。はい、これでも撮影する方の準備は完了です。と、今回、中身を見たいフィルムはこちらですね。まあ、以前あのちょっと映写機でも使ったフィルムなので中身は知ってるんですけど、実際このように見ても見えないので、今のマクロレンズをつけるとどれぐらいまで見えるのかっていうところをちょっと見てみたいと思います。フィルムをですね、こう要はほどいていくとこういう風にたるんでこうついてしまうじゃないですか。で、ちょっとこの状態で、まあ、硬いとこだったりするとフィルム傷ついてしまったりするので、本当あのリールに巻くのがいいんですけど、リールもないっていう場合はこういったあの空き容器に入れてあげるとちょっと傷ついたりするのを防ぐことができます。ただこれもちょっと硬かったりするので、例えばこういった布を覆ってあげて、まあ、この中に落としていくっていう風にすれば、ある程度は傷とかは抑えられるかなと思います。ただあまりこういっぱいの量を入れてしまうとそれはそれでこう絡んでしまうので、まあ、あまりおすすめはできるやり方ではないんですけども、まあ、どうしても後半を見たいなとかっていう、こう要はフィルムをほどきたいなっていう場合はこういった方法でほどけばいいのかなと思います。今回ちょっとこの方法であの机の下にフィルムを落としてやってみたいと思います。このように今回ちょっと A4 の紙の上にフィルムを置いて撮影したいと思います。まずこのレンズをつけない状態だとどれぐらいまで撮れるのか実際に撮ってみたいと思います。寄るとダメですね、ぼやけちゃうんですよね。これぐらいか。次にちょっとレンズをつけて撮影してみたいと思います。やっぱかなり違いますね。ただちょっとこう手で位置を調節するのがすごい難しいですね。このレンズの空き箱の上に乗せるとかなりちょうどいいかもしれないですね。だいたいこれが 25mm ぐらいだったんですけど、それぐらいの高さが多分ピンとちょうど合うかもしれないですね。ちょっと下からこう照らすようなものがないとやっぱりフィルム綺麗に映らないので、あと以前使っていたまた別のスマートフォンをバックライト代わりに使ってみようと思います。で、それのこっちはケースですね。この中にあのライトをつけた状態のスマホを置いて、で先ほどの A4 の紙を置きたいと思います。この上で撮影してみたいと思います。高さ多分これの空き箱は結構良かったんで、このままこの上で撮ってみたいと思います。お、やっぱかなり、あ、ちょっと紙の透ける感じありますけど、こんな感じかな。うん、でもさっきに比べてかなり映ってますね。ただちょっと紙の感じが気になりますね。紙の感じが気になるので、このプラ版さらに置いてみたいと思います。かなり変わってる気がします。綺麗だな。お、かなり変わった感じはしますね。あ、結構見えますね。やっぱ綺麗に見えますね。若干やっぱノイズは出ちゃうんですけど、見る分には困らないですね。まあなんとか使えそうですね。はい、実際に試してみました。結構綺麗に映りますよね。この 8mm フィルムの映像を例えばカメラで撮るために大きく拡大して撮るのってすごい難しいことなんですよね。それが今回できてしまったのでちょっと驚いています。そのフィルムの位置だったり、その焦点を合わせるように手で移動したりしなきゃいけないので、そこがすごいシビアなので、まあ、そういった大変さありますけども、簡単にダビングに出す前に選別する方法の一つとしてこの方法はいいのかなと思います。まあ、ただやはりちょっと自分でそういう風にフィルムをこう扱うのに自信がないっていう方は、まあ、やはりこう業者に任せてしまうのがいいと思うので、私どものサービスで、まあ、ダビングのサービスもやっております。で、その中の一つで、まあ、その実際に変換する機器を使ってあの無料のサンプルを作成するっていうこともできますので、まあ、よろしければそちらをご利用ください。詳細は概要欄に書いておきます。というわけで今回は家でできる 8mm フィルムの簡単な確認方法のお話でした。この動画が参考になったと思う方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとこちらに別の動画もございますので、よろしければご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。